伊豆大島で36人が死亡し、今も3人が行方不明となっている土砂災害の発生から今週で10年となりました。ここからは10年前の災害現場を取材し、今回も大島で追悼式などを取材した相模記者とお伝えしていきます。今回の取材では、10年前の取材で知り合った被災して店を失った男性のもとを改めて訪ねました。ふるさとでの生活の再建を続けてきたその男性は、ある大きな決断をしていました。人口およそ7000人の大島、その町並みや青い海を見渡せる高台。ちょうど10年前、この一帯には全く違う光景が広がっていました。土石流の発生からこれから48時間を迎えようとしていますが、2013年10月16日未明、台風の直撃による大雨で大規模な土砂崩れが発生。深夜の濁流が多くの民家を飲み込み、36人が死亡し、今も3人が行方不明のままです。土砂災害で壊滅的な状態だった現場は、海が見渡せる広い公園が整備され、穏やかな風が吹き渡っています。自然の猛威を後世に伝えようと、現場跡地に整備されたメモリアル公園は、おととし6月に完成しました。黙祷。災害の発生から10年という節目の日には、慰霊碑の前で追悼式が行われ、遺族らがこれまでの月日に思いを馳せました。大島を旅行中だった44歳の一人息子を亡くした女性は、いや、戻ってきてって言いたいです本当に元気で顔見せてって思います。10年経っても思います。一人だから、一人っ子だったんで、たまたま10年経っても忘れることはできないです。こちらの男性は、大島で暮らしていた弟夫婦を亡くしていました。弟の家の壁に掲げてあった、壁時計、それが2時25分で止まってるんですよ。それが焼き付いて、未だに10年経っても2時25分になると私目覚めちゃう。もう弟たちも辛かったろうなと、常にそういうふうに考えてます。10年経ってもその思いというのは、ああ、そうですね、もう全然変わらないね。辛いですね。多くの人の命や暮らしを奪った災害から10年。遺族だけでなく、被災者も長い道のりを歩んできました。こんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰です。お帰り。笑顔で出迎えてくれたのは、大島で生まれ育ち、飲食店を営んできた徳住大輔さん、51歳です。あの日、経営していた焼き鳥店は流れ込む土砂に襲われ、徳住さんは家具の下敷きになりました。よく生きたよ。よく出てきたよね、本当に自力で。怪我多分してるんだけど、あんま構ってのなかったよね。あれはでも経験した人じゃないとわからないと思うよ。まさに奇跡的に助かった徳住さんでしたが、目にしたのは壊滅状態の店でした。しかし、一軒一軒ちょっと悪いけどさ、安心させてやるよ、顔出して。徳住さんは店の後片付けは後回しにして、消防団の一員として地域のお年寄りの家を回る声かけを優先していました。あの当時暗かったですからね、ここら辺の通りが。だ、まあ意地として電気はつけてたんですよ、毎日。お客さんいようがいまいが、通る人は気持ち悪いと思う人もいるかもしれないし、恐怖とか精神的な部分でね。だったら少しでもちょっと、明かりがあった方がいいのかなと思って。自身が被災していながら考えていたのは、ふるさとの大島や周りのことでした。大島好きだからじゃないですか。じゃなきゃその災害後すぐ出ますよね。そんな徳住さんを多くの人が支え、
寄せられた義援金をもとに1年後には以前と同じ場所で店の再建にこぎつけることができました。やっぱりあの災害時に本当お世話になった方々の、お礼の気持ちというのは忘れたことないですよね、新たな店では訪れた客の体調や希望を踏まえて徳住さんが料理を振る舞うメニューのないスタイルで営業し、多くの常連客の拠り所になりました。経営も軌道に乗ったその矢先、再び大きな困難が立ちはだかりました。新型コロナです。そこから生活が変わりましたよね。皆さんね、外で外食しないっていう文化も生まれたし、でもすぐにはね、客足は戻んないですよ。な、本当に苦しかったですよね、そのコロナ明けは、そして今年、新型コロナの大きな波をようやく乗り切ったところでしたが、徳住さんは胸に大きな決断を秘めていました。一つの区切り、人生も10年で一区切り、災害も、この土砂災害もとりあえず10年で一区切りして、でまた違うチャレンジをしなきゃ。土砂災害の発生から10年という節目に、来月島を離れ熱海の寿司店でさらに料理の腕を磨くことを決めたのです。遠足とかでみんなね通ったんです昔は。ふるさとの大島を旅立つ前に徳住さんが案内してくれたのは島で一番好きだという場所でした。この9年両親とやってて20年か、人のつながりが一番大きいよね。それが財産だよね、やっぱね。人の恩を感じる時間っていうのもこの9年だったかもしれない。土砂災害に新型コロナ、次々と降りかかる困難にもくじけない徳住さんは今も前を見つめています。新しくチャレンジすることだから、ワクワク感をね、自分の気持ちのワクワクをこう持ってきたいよね。後ろに目はついてないから、前にしかついてないから、前へ前へ。後ろに目はついていないからと前向きな声がありましたね。相模さん、この今回取材を通して10年間の島の変化をどのように感じていますか。はい、10年前に取材した土砂災害の現場では、辺り一面に土砂や瓦礫が広がり、被害の全容が想像もつかないような光景に圧倒されたことを今も覚えています。それから10年が経ち、 VTR にもあったメモリアル公園に象徴されるように、復旧復興という点では着実に進んでいると感じました。大島町では今年度までの復興計画を進めてきたんですが、坂上町長はおおむね計画通りに進み、今年度中に完了する見込みだと話しています。ただ復興計画が終わればそれでいいということではなく、これから大島町は復旧復興からいわゆる町の振興に力を注いでいく必要があると思います。そして VTR ではふるさとの大島を出ることになった徳住さんの話がありましたね。はい、徳住さんは10年前の取材中に知り合ったんですが、大島が好きで地域のために何ができるかを考えてきた人で、地域の祭りやイベントでも旗振り役を担ってきました。ですので今回の決断というのは悩んだ末の一大決心だったと思います。これからの大島の振興を考えるにあたっては、やはり島を訪れる人、そして島に住む人をどういうふうに増やしていくのかが重要だと思います。はい、今住む人をどう増やしていくかという話がありましたけれども、では今後の大島の人口について見ていきます。桑原さん。はい、大島町は人口ビジョンとして町内の人口に関する分析を行っています。全体も減少傾向にあるんですが、15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口と子どもが減少する一方で、高齢者だけが増えています。また転入転出の人の数も出ていく人の数の方が毎年上回っている状態です。そして町の分析では、今後必要なものとして子育てしやすい環境づくりと
雇用を生み出す豊かな経済を挙げていまして、島の経済の中心である観光業と子育て政策の充実が重要になってきそうです。はい、坂上さん、このどう人口を増やすのかは大島だけでなく都内を含む全国の多くの島が抱える課題と言えそうですね。そうですね、今回の取材で大島に移住してきた子育て中のご家族に話を伺いました。学校の教師として4年前に赴任してきた男性は、島で暮らしてみて初めて気づいたという魅力があったそうです。子どもたちも地域のおじいちゃんおばあちゃんとか地域のお父さんお母さんにもすごく面倒見てもらうことも多いですし、そういうところで子育てしやすいなって思うし、人とのつながりがあったかいし、自然もいっぱいでどこに行っても気持ちよく過ごせるな。島って不便じゃないかなって都内で住んでいると感じる方も多いんじゃないかなと思うんですけれど、もう買い物とかはいろいろと揃っているスーパーとかもありますし、そんなに不便は感じてはいないですね。私自身いいなって感じているので、この大島の魅力を来るまでは何にも分からなかったので、また知らない方たちがたくさんいると思うので、その魅力が発信できたら住む方たちも多くいるんじゃないかなとは思います。大島の子育て政策について坂上町長にも伺ったところ、自然豊かな環境や犯罪の少ない安全安心という面をしっかりアピールしていきたいということでした。また観光の振興については、今年初めて海外からのクルーズ船も寄港するようになり、インバウンドの取り組みも積極的に行っていきたいと話していました。国内そして海外からも多くの人がまず一度は大島を訪れる機会を増やす、そういった取り組みが広く発信されていってほしいと思います。